こんにちは、シュです。今回はアヌビス使って降臨ラッシュ行きたいなと思います。じゃあ行きましょう。今回はね、ニャルラとホテプ、あれをね、ワンパンしたいなと思ってやってるんですよ。パーティー自体はいけると思う。あとはあそこまでいけるか。うん、いいね、いいね。ドラリンという割と優しい敵。ドラリン初めて見たな。この、なんとか降臨ラッシュで。わあ、いいですね。確か読みが8コンボで最高倍率だった気がするな。だからね、割と落ち込む来ないと。だからアヌビスとね、まあ、似てないかもしれないけど似てる部分もある。うわ、めんどくさ、めんどくさ。全員闇場っていう。緑のやつならワンパン。うわ、同じこと考えてる同じこと考えてる。ヤルラとホテプをワンパンしようとしてる。あー、でも副属性じゃ無理だもんね。どうせなら闇消してほしかったな。闇消して、あ、闇降ってくんな。いやー、来ちゃうか。これ耐久するしかないんじゃないかな。5ターンじゃないと無理だよね、きっと。全員闇パだし。うわー、チェーン食らっちゃった。そうだね、ここほんと耐久しないとどうしようもないから。でさ、このコンボは何なんだろう。ちょ、倒せないからもう1コンボとかでいいと思うんだけどね。うわー、でも結構削ったな。で、ここでちょっと私は割と組みます。なぜなら HP が結構食らってるから。あー、結構ってことでもないか。はい、 OK だね。で、次でいきましょう。あー、で、泥キョウ1個もないのか。そうか、泥キョウパーティー結構ね、相性悪いよね。3人マルチだと泥キョウ入れてる人と入れてない人いるから。そうな、この人継承ガッチガチだな。3人マルチね、継承あんまたまんないんだよね。落ち込ん、乗れ、落ち込ん。1個でいいと思う。よしよし、いいね、いいね、いいね。オッケー、よし、やっとずいぶん下っちゃったな。いいね、いいね。こいつも余裕でしょう。ワンパンしちゃおう。アヌビスかな。これね、群馬県いないからね、割と使うスキルが限られてるんですよね。こんなんでいいか。 OK。 いよいよ。わ、いいね、ゼウスという優しい敵。お、すげえ、泥鏡出てきた、闇の。わあ、いいですね、いいね、完璧だ。これはいったんじゃないかな、さすがに相手光だし。
よし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 、さあさあさあいい感じ。あーめんどくせえ。あー見る。ちょ闇パできたらね、あのギャラルフォルンが相当めんどくさいんですよ。いやアミルも吸収だからね。さあどうする、まあどうするもない、1コンボぐらいでいいんじゃないかな。とりあえず回復真ん中に寄せといて、うんいいね、回復温存で。わあダメージ結構でかいな。こんなんでいいかな。オッケーオッケー。でもちょっとミスターに闇残しておくべきだった。普通に闇消しちゃった。うわバインドされんのか。ただ闇作ってくれたから割といい盤面な気もするけど、落ち込んでね、最大倍率ゼロ。いけ落ち込ん乗れ、あと1個乗んないか、厳しいな、多分無理でしょう。おーいけんだ天狗ちゃん。天狗も確かダメージでかかったと思うから初手殴っとかないとね。そうだね、厳しいと思う。いいねいいねいいね、いいよいいよ。いやー素晴らしい、ありがとうございます。でこれニャルラとホテプ出たらワンパン狙いに行きたい。いやでもこいつ倒せないかな、結構 HP 多いよね天狗ちゃんは。よしってゼロ頼む、3分の1。よし出た、これワンパンのチャンスあるな。いきます、ニャルラとホテプワンパンで、赤楚に使って頼む、10コンボ盤面来い。いやいいんじゃないかなこれ、めちゃめちゃいい盤面な気がするよ。来ました、ワンパンいったでしょう。ただねイルミナがあれがあれであれだったのが結構嫌だったな。ナイス、よし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 、いけいけ、イルミナがいないけど一体。よし、こいつが唯一ワンパンできるね、他の2体根性とか無効化ってできないけど。いや良かったです、ありがとうございます。オッケー、はい、ということでじゃあ今回これで終わります。バイバイ。